ルビコン川の位置。源流点からそのまま西へ延長線を引いた者が、ローマとガリア・キサルビナの境界、際は投げられたとは、ガイウス・ユリウス・カイサルが、紀元前49年1月10日、元老院のグナイウス・ポンペイウスにソムキ軍を率いて、南下式イタリアのルビコン川を通過する際に、行ったとして知られることは当時のカイサルは、ガリア総督だった。出典は、 スエトニウスの文章である。現在は、もう回帰不能点を越してしまったので、最後までやるしかないという意味で使われている。共和制ローマは、当時、本土とガリア、属州狩りやキサルピナをルビコン川で分けており、それゆえにルビコン川は、北の防衛線であったため、軍団を率いてルビコン川以南へ向かうことは法により、禁じられていた。これに背くことは、 ローマに対する反逆とみなされた。さあ進もう。神々の次元と、卑劣な性敵が呼んでいる方へ。サイは投げられた。シーザー、イーター、インクイト、クオーダ・オーラム・オステンタ・イ・ネミコルム・イ・ニキタス・ユー・キャット、ヤクタ・アレアへ、インクイト、プルタルコス、対卑列伝のポンペイウス伝にもほぼ同じ言葉が出て、くるが、カエサルはこの言葉をギリシア語で言ったとしている。 ラムダラムダイータニューヨタシグマタウパイロータウ、パイアルファーローニュータウアルファーカッパベータ、シグマアルファ、ニューイプシロンローローファイシータオメガカッパベータ、デルタイオタイプシロンベータ、ベータアルファーゼタイプシロンタウ、ニューシグマタウローアルファータウニュー。対比列伝のカエサル伝でも、同じ語を引いて、人が普通破れかぶれになって、運を天に任せるときに言う言葉としている。 同じ言葉は、喜劇作家メナンドロスの劇の断片に見えているが、しかし、メナンドロスがこの言葉を創作したわけではなく、広く使われていたことわざだったと考えられる。スエトニウスはこの言葉を、ラテン語に翻訳したものだが、まだ際は投げられていないのに、投げられたというのは矛盾しており、本来はギリシア語と同じく命令法で、ヤクタアレアエストとあったはずだという。ありがとうございます。